業界激進マジガチランキングは、アベマ TV のアビマスペシャルチャンネルで2017年4月5日から毎週水曜日20時21時に配信されていたインターネット番組。シャトーアメーバから生配信されていたランキングバラエティ番組。10代の男女500人から1000人を対象にアンケートを実施。カンニング、竹山と安藤夏が MC を務め。 原宿にいた10代の若者を対象にしたアンケートを元にトークを展開する。大人の事情を一切無視した、マジガチなランキングを入れにしており、ガチで好きなアイドル、女子がガチで入りたいと思うアイドルグループ、ガチで復帰して欲しくない芸能人、ガチで成形してると思う有名人、マジで歌が埋まわないと思わない、ミュージシャンなど気わどい説問を10位からランキング形式で発表していく。 概むね、面白い、うまいなど、高評価なものを聞いた後、その逆のランキングを発表。竹山は、ランキング発表の前に1位を予想し、外した場合は視聴者プレゼント代金として、罰金を支払っていた。前進番組は2016年8月28日11時14時に配信した竹山と池田美優が MC を担当した同盟の特別番組。 2017年9月20日をもって最終回を迎えた。最終回では忖度優先を告知しており、番組内で抗議による打ち切りを示唆していた。10代への知名度などから、ジャニーズ事務所のタレントが上位を占めることが多かったが、竹山は本番組終了をジャニーズ事務所のせいではないと、後の番組で語っている。ありがとうございます。